ボンボンやし。どうも、ガクです。今回ですけども、ちょっと友達がね、サンダース使ってて、使い方がちょっとダメだったみたいな感じなんですよね。だからなんか強く使ってみてくださいみたいなこと言われたんで、ちょっと努力値とかいろいろ変えながら使ってみたいなと思ってます。では行ってみようか。今回作ってみたサンダースが、もともとね、なんか種族値がね、素早さがもうそもそもめちゃめちゃ高くて、130あるんですよ。つまりマスカーニャはそもそもが抜いてると。結構いいのかなと思って、特攻はね、ちょっと微妙に数字ではあるんですけど、まあ、そこをね、抜群で抜いていこうかなっていう感じですね。で、今回テラスタイプを氷にしています。つまり、ドラゴンタイプに有利に出れるテラスタイプにしてるってことです。で、持ち物を火炎玉。これを持たせることによって、火傷ダメージになるんですけど、サンダース、夢特性があります。これがね、状態以上になると、素早さが 1.5 倍まで跳ね上がるんで、めちゃめちゃいい数字は出るのかなと思ってます。まあ、ドラファルトとか抜けるかなっていう。今回努力値なんですけど、S204、C が252、で、H52 振ってます。これがね、マスカーニャの性格補正ありで、そもそもが抜いてると。で、まあ、ドラファルトとか来た場合に、一回守るを入れて、火炎玉。これで火傷状態になることによって、夢特性の早足が発動すると。で、ドラファルト抜ける計算となっております。あと、なんか、テラスタルしてくんのか、何してテラスタルしてくんのかわかんねえみたいな感じの時は、一回守る入れて、様子見ができるかなっていう感じではあります。でね、シャドーボール入れてる理由が、やっぱね、現環境はやっぱりゴーストタイプが多いということで、シャドーボールを入れております。で、今回はね、やっぱ、テラスタルを初手で切る流れになると思うんですけど、結構強いんではないかなと思ってます。現環境ならね。あとはちょっと使ってみないとわかんないんで、ちょっと使ってみたいと思ってます。では行ってみようか。さあ、TT さん対戦よろしくお願いしますってことで、まあ、TT now って感じだよね。もうこれ TWICE 好きなのかな。まあまあ、ここはね、もう圧倒的にサンダース通り良くないですかって思っちゃってるんだけどな。そうだね、ヘイラッシャーぐらいは気をつけないといけないので、まあ、この世ザル、あくび対策のこの世ザルは入れてもいいのかなっていう感じはします。まあ、あとは、なんかウルガムスがなんか積んできそうな感じはするんで、ラウドボーンを入れながら盤面を作っていく形ですかね。これ結構刺さるんじゃないかな。ちょっとガクガクね、サブロムないんで、本当にこれが本の赤なんですよ。本赤1台しかないんで、ちょっとランク本当落とせないんでガチります。さあ、ナヨンさん、対戦よろしく。ちょっとマジで集中して、頼むぜ。ドラパルトから来る。これ対面割と良くて、一気な、あーこれ身代わり型だったらちょっとだるいんすけど、初手は初手、あーこれテラバースト打つ意味もねえよな。ドラパルトでシャドウボード落ちんのかな、そこ計算してねえな。どうかな、これ。じゃ、一旦守るから入りたい。いやーこれ多分テラバースト打った方が落ちそうな気がするね。テラスタイプのタイプ1が入るんで。ドラロで押すんであれば、まあここは切っても良さそうだな。相手が炎テラとかしてくんだったらクソほどだるいけど、まあこれ早足で一応上がる。で、相手が、まあロトムとか、ヘイラッシャーとかに変えてきたらボルトチェンジで戻せるんで、まあ割と流れ的には悪くないのかな。ここ切ろっか。これいけると思うんだけどな。みんないけるよね、これ。ちょっとかまします。行こうか。合点承知、才能解放。雷神と雷神が交わるとき、すでに全てを求めた原太鼓。求めたのは雷、いや、静電気。いやいや、電気電気。テラスタルモード、すいません、寝起きっす。さあ、ここはテラバース入る。ってことは、これ、タスキとかじゃないなら落ちるんではないか、落ちないか俺。無理かな。あ、落ちないっす。いいよ、いいよ、いいよ。やっぱね、特防に振ってるトラパルトなんて、もうほぼどんどん見たことないんで、落ちますね。しかも早足で、いや、これいいわ。サンダース強くねえか、みんな。さあ、ロトム出してくる。で、ここはボルトチェンジで戻りたいんすよ。ボルトチェンジ戻るのが、まあ、一般的。まあ、トリックとかされるとだるいんですけど、そうだね、この世ザルに変えるよりも、あ、ラウドボーン、ハイドロポンプだろう。あ、どうしようかな。トリマ、ボルトチェンジは安定っすね、ここは。さあ、ガクガクボルトチェンジを食らわしていく。まあ、そこそこのダメージが入る。そうだね。相手もボルチェンとかはなさそうではある。ラウドボーン引いてしまうと、ハイドロポンプで落ちちゃうんすよ。こんな世ザルだな。ちょっとここはさ、あれだね、この世ザルじゃなくて違うポケモンでもよかったかもね。うん。まあ、そこはちょっと、あれだけど、まあ、仕方ねえよな。ドロポン連打。ちょっと微妙のか、これ。ためのくじ回復するんですけど、次のドロポンが耐えないな、これ。さあ、ちょっと微妙い流れなのかな。そうだね、難しいね、ここ。
スカーフっぽい感じはするんですよね。アンコールないし、ビルドアップなし。まあ、ドレパンかな、ここは。うん、ちょっと、ボルトチェンジ圏内。あ、メガネか。これワン、耐えないか。これメガネやな。いや、フンドでよかった。フンドな方がよかったな。だけども、だけど、サンダース圏内じゃないか。だよね、みんなサンダース圏内だよね、これ。で、こいつさえ落としてしまえば、ラウドボーンが機能するんで、そんな悪い展開ではないと思うんですよ。これ地面テラスとか絶対できないから、さすがに落ちるでしょ。ナイス！いや、これ結構強いぞ。ええな。そしてサンダース戻せるんで、いいサイクルを回してるし、なかなかいいんじゃないか。あとは歌うラウドボーンで、盤面を作っていきたい。さあ、あと相手テラスタルどこで切ってくるかにもよると思いますけどね。あー、ラッシャーか。わー、テラスどこで切ってくんだろうな。これあれなんですよね、まあ多分上取ってると思うんで、まあウェーブタックルは全然あるかな。これ天然だよね。どうしようか。歌うから入るか、たたり目から入るかって感じ。歌うから入ってもさすが一発ぐらい耐えるでしょ。クソだ。一応空振り保険が発動するけど、ほぼほぼ意味ないかな、ここは。まあ、次の歌うは入るでしょと。赤ブレイク。これってハンドあったよね。ハンドなかったっけ、これないんか。ちょ、もう一回歌うします。いや、なんかこれ怠けるで。ちょ、待って。それやばい。笑えないって。は？ちょいちょいちょい！H52 振ってるのが生きる可能性があります。なんちゃワンチャン生きる可能性。俺地面テラだと思うんだけどな。まあ、地面テラだったらテラバースト打てるし、アクアブレイク一発ぐらい耐えるだろうって思ってんだけど、守るしてしまうと火傷ダメージが入るんで、地面テラかな。みんなこれどう思う。ボルトチェンジ打っとうか。うわー、そういうことね。火傷でダメージ食らしていく感じね。いや、正直言ってしまうと、まあ、マスカーニャのトリックフラワー一発耐える計算で作ってるんで、アクアブレイクぐらいなら耐えると思うんだけどな。ボルトチェンジ。いいよ、いいよ、いいよ。悪くない。やめろ、お前、そういうの。まあ、あとはテラス、いや、これ多分テラスたら切ってないから、切ってこないから、100% 地面じゃないぞ。これ水だな。いいじゃん。やろうぜ。ああ、やろうぜ。そういう運ゲーを繰り返すんであれば、俺も出るとこ出ちゃうよっていう話でしょ、ここは。いいね。やっぱ特殊で攻めるのいいね。今の環境。本当に。みんなやっぱさ、物理に振ってたりするから、特殊攻めは本当に。で、これ地面テラもししてきたら、もう次のターンの地割れを耐えるか耐えないかの話ですね。あ、もうそこはもう勝負の分かれ道。さあ、相手テラスタル切ってくる。いやー、なんだろうな。水テラアクアブレイクで火力上げてくる可能性もある。草か。氷テラバーストが入るって入るね。まあ、そんなに悪くないんじゃない？一発耐えるっしょ。いける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 。ちょっとお前さ、ラウドボーン一発落としたんだから、これぐらい責任取れよ、お前。当たり前だろうが。うん、これ責任取れねえ、ダメね。さあ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 、あとは相手守る、もう一回してくると思うんですが、そこに対してテラバース打てば、まあ勝ちかなと。うん、結構強くない、みんな。サンダース割と俺好きよ、この方。さあ、テラバースと守るで入る。いや、これ、俺の、あれだな、上位陣。俺がランクマガチでやるときの、ポケモンに入れていいぐらい、うん、強いね。こりゃいいな。さあ、93まで。これでも多分アクアブレイク耐えないか。でもちょうどいいんじゃない？テラバスト。さあ、効果抜群で間違いなく落ちると。落ちないわけないよね。それ！バンボヤシ。
ちょっと皆さんこれ2戦目見ていい？これ2戦目まで生かして、これはドラゴンにかなり通用すると思う。では行ってみようか。さあハレルヤさん対戦よろしくお願いしますというところで、まあ、結構いい流れのポケモンが多いんですけど、セグレイブから来られるとちょっとだるいかな。セグレイブから来ることってあんのかな。あるよね。セグレイブから来られるとだるいな。セグレイブ以外ならちょっと嬉しい。まあ、あとはこのヨザルは入れといた方がいいのかな。イメージだね。本当にイメージだね。一応サザン持っていきます。ギリ。さあハレルヤさん対戦よろしく。ちょマジでセグから来ないでほしい。あーまあいいんじゃない。これゲンガー、俺の方が早いっすね。ゲンガーの S 最速確か180ぐらいなんで、まあ、俺の方が早いかな。ここはねボルトチェンジで戻っていいと思いますよ。サザンドラに引けるんで。サザン引いちゃったらな、道連れされんな。こいつあれだな、打点が微妙いな。打点がすげえ微妙いな。どうしよう。シャドボシャボドボでもいいのか。いや、ボルトチェンジで微妙いこれ。どうしよう。ちょ、ボルテン打ちます。まあ、身代わりのタイミングで変えてもいいっすよね、別に。まあ、ボルチェン2で落ちそうなんで、ここはサザン出していいんじゃないの？一応直気持ちなんで、シャドボごときなら、まあ、それもう、なんだお前。なんだお前、ほんとに。で、ここ道連れしてくると思うんすよね。で、サンダース変えて、シャドーボールで落ちるかな。まあ、そこまでの読みができるガクガクはやっぱ天才だよねって。圧倒的天才ですよねって話だよね。さあ、こちらサンダース。凍る風ぐらいなら耐えると思うんだけど、ナイス。さあ、ここまで作ってしまえば、守るが打てるので、まあいい流れじゃないの？守る。ワンチャンチェンジかな。ナイス。引っかかってるね。引っかかってるね。さあ、守るで凍える風封じて、火炎玉で S が 1.5 倍と跳ね上がっておりますと。そして、ここもボルトチェンジで落ちるでしょう。裏には地面タイプはいなかったはずですという。結構いい展開じゃないの？地面いないよね。ボルトチェンジ落ちるっしょ。さあ、ボルトチェンジも入る。落ちる。問題ない。そして、ここで呪われるボディ入りますけど、ガガが戻っていくと。うん。ゴーで、ここ相手が何に変えてくるかすっごい重要。どれぐらい重要かって言ったら、20% ぐらい重要。まあ、この世猿でいいんじゃないかな。多分セグじゃない？なんかセグめちゃめちゃ警戒してるから、セグいなかったらどうしよう。俺セグライブ嫌なのね。鬱陶しいじゃん、あいつ。サーフか。テラキルならここかな。テラキルならここの気がするなー。あーでも海流とかもいんのか。そうだね、サザンチェンジ安定かな。ここはサザンドラチェンジ。まあ悪巧み積まれるとちょっとあれなんですけど、まあ直気持ってるんで、まあワンチャンのトリックはあんのかな。テラスタル切らした。オッケーオッケー。先にテラスタル切らせることすごい重要ね。まあ今回サンダースなんで俺が先に切るんですけど、飛行テラス。いやこれさ、ボルチェンいけんだろ。なあ、これボルチェンいけるよな。だろお前、マジで。これ鬱陶しいっすね。俺の鬱陶しいリストに入るわ、これ。悪巧みしてくるわ。これ耐久振ってんな。おめえ、耐久振ってんな。いや、これさ、テラバースト連打でいいな。うん。ボルチェンじゃなくていい。これテラバースト連打でいい。多分、裏が、ドラゴンタイプ絶対的にいるはずだから。いや、ゴールラインが落ちるの？ほら。技エフェクトもねえだろ。そういうことなんよ。わかる？そういうことなの。食べ残しサーフごと使ってんじゃねえよ、お前。帰れ。さあ、悪の波動をぶっ破していきたい。あれれ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 。あれれれれ。デカヌか。ラストデカヌか。デカヌだったら上取ってんじゃないかな。デカヌだったら上取ってんじゃないかな。思ってますけどね。正直言ってしまうと、この世でもいいのかなーっていう感覚あるけど。まあ、文字でしょ。ここは。ここは文字打てねえとポケモントレーナーとして失格でしょ。さあ、たる！
え？いやでも鶴舞お前俺より遅いくねっすよ。だよねみんな。これ悪の肌落ちるっしょ。はい、今のもし落としてるじゃないですか。悪のハードもちろん落としてたと思うんですけど、そこ落としてしまったらサーフゴー来るじゃないですか。サーフゴーで落とされる。で裏テラスタルしてテラバス打ってたらもうヘッパー勝ってたんで、もうほぼほぼ最強かなと思ってます。ではね、ちょっと3試合目行ってみたいので行ってみようか。さあやっていこうかなと思いますけど、そうですね、マリルリ展開が多い盤面であるのかなと思ってます。まあマリルリは大体水テラなんで、まあ問題はマンダとウルガモスあたりではないでしょうかと思ってるけど、最近のマンダやっぱね特殊型だよね。間違いなく特殊型だと思ってる。であとそこに対してドラパルトを当てるのが結構いいのかなと。バンギラスがやっぱね世間的に言うとかなり鬱陶しいじゃないですか、まあ、そこに対して作っていく形がいいのかなとも思いますけど、そうだね、これこの夜猿割といきそうだね。パルトは一応持っていっとこうか。さあヒロキングさん対戦よろしく。ちょっとうまくサイクル回していきたいな、本当に。頼むぜ。マリルリから来る。相手地面いなかったよね。なんか最近腹大根流行ってない逆に。これ多分、バンギラスチェンジしてくるんで。まあ、ボルジェンでいいかな。うん。まあ、バンギチェンジでしょ、ここは。で、そこに対して対面取れるポケモンを出していけば、いいのかなって感じはするよね。で、これね、特防が 1.5 倍入るんで、バンギラさんも本当に硬いっす。うん。硬いポケモン代表みたいな感じなんで、ほとんど入んないですね。さあさあ、ここでサンダース戻せるのは逆に言うのはでかいかなと。パリルリ一体見たんで、そうっすね。4倍弱点のドレパンを決めていく流れが一番綺麗かなと思います。で、なんか変なことステルスロックとかしてきたら、アンコールぶっかまそうかなと。ここはこの夜猿で問題ないんじゃないか。一旦目は、ビルドアップから入って、まあ、マリルに対しても対面取れる流れを作るのが、まあ、いいんじゃないかなと思ってます。で、砂嵐ダメージに関しては、持っていけるんで、ここはビルドアップ1積んで、まあ、上からアンコールぶっぱしてっていう形かな。相手がステルスロックなら、マジでありがたい感じはしますね。ビルドアップ。まあ、チェンジあんのかな、ここで。で、無理に攻撃与えてくるようであれば、ガガク、いや、でもそんな悪くないんじゃない？あー、じゃれつくか。じゃれつくか。はいはいはい。ビルドアップ1段階1段階で上がるんですけど、じゃれどうかな。で、これサンダース切らんでいいと思うんだよね。思わないみんな。これサンダース切る意味がないと思うんだよな。あ、バカ力あるか、バカ力は打たんな、ここで。モーマンダぐらいなんだよ。モーマンダボルチェン等倍で入るんで、そんな気にしなくていいのかなって感じをするんですよね。これ多分、ジャレ打ってくるんで、テラ切って、ビルド安定じゃないかな。まあ、ビルド詰めはもうほとんど勝ちみたいな感じじゃない、ここは。行こうか。ノーマルとノーマルがマジや。自分は真人間だと気づいた。俺は悪さもしたことで、テストは毎回100点だ。だけどな、母ちゃんは殴るんだよ。それが俺の人生だ。ノーマルテラステルオーバードス。多分、ジャレ展開だと思います。で、バカ力あったとしても、2段階積んでるんで、だよね、ジャレ展開だよね。そんなに悪くないとは思うかな、ここは。で、ここからはもう、打っていいと思うよ。うん。一応2段階アップで、フンドの拳の威力も上がっていると。悪くない展開ではないでしょうか。フンドの拳。マリルリ引っ込める。ビビったか、俺に。バレル、毒毒？イカ様か。はいはいはい。イカ様狙いね。そんな怖くないかな、ここは。こっちこっちネット。欲しいな、こいつ。悪事圏内まで持っていけないと思うんだけどな。そうっすね。そうっすね。まあ、ここ上取ってるんで、まあ、ドレパンでいいんじゃない？ちょっとでも回復してって感じが綺麗ではないか。ドレパンパンチ、ドレドレパンパンチ。これ、バンギに変えてきてくれたらめちゃめちゃ嬉しいんだけどな。ゴーストテラスは絶対的にない。で、俺やる気だから、眠らない、キノコの補助入らない。
そんな悪くないんじゃない。これで多分ゴツゴツメット分ぐらいは回復しそうだけどね。106かしてないな。ゴツゴツメットってこんな入るんだやっぱ。そりゃそうだよね。素手でさコンクリート殴ってるようなもんだろ。さあ砂嵐収まるが、相手テラスタルまだ切ってない。で裏バンギラスいる。で物理のマリロリがいる形になるんで、そうっすね、バンギラスが変なことしてくれるとありがたいみたいな感じではあるよな。サンダースじゃバンギラスは落とせないっすよ、さすがに。なんでこのヤザルで落とすしてもらうしかないんですけど、物理物理で来てたらだいぶきついんじゃないかなとは思ってる。でこれマリルリじゃれつく圏内なんだよね一応。そこが注意だよね。まあフンドしかないかな、ここは。フンドの拳ちょっと食らってるからワンチャン落ちないかな。あー厳しい、バカリキ持ってんだ。まあ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 、サンダース圏内ではあるよね。まああとはサンダースどこまで通用するかだな。特防が 1.5 倍上がるとか、もうバンギラス頭おかしいだろ。いやバンギラスはそうだね、守るサンダースでボルチェンして、で、あーじゃあじゃあこれマリルリだけ落とせば勝ちだ。呪い入れれる、サンダースサイクルが回る。でここ絶対的に相手引いてくるんすよ。引きしかないでしょ。でこっちはもう呪い入れるしかない。いやこれ勝ったくねえか。バンギラス次第だな。こいつの動き方がちょっとまだよく分かってないんだよね。そこ次第じゃない。で特殊型もねこれワンチャンあるんすよ。ワンチャンの特殊型全然あって、そこだね。まあ多分ここテラス切ってくる流れになると思うんで、まあリフからまあこれだ、物理だと思うんだけどな、まあ、1枚ぐらいじゃ抜かれないんで、リフだけ待って呪い入れさえすれば、吹雪とか打ってきたらマジでだるい。これ吹雪覚えるよね確か。砕く、耐える、あとはバンギをどこまで削れるかっていう勝負に入りましょうか。呪い、そうだね、ボルチェンであれしか入らないってのはな、テラス切ったのは間違いじゃないと思うんですよ。うん、このヨザルでテラス切ったのは絶対的に間違いではないっすね。でここ相手マリルリに変えるしかないんですよ、対面的にね。あとは砂嵐が収まったタイミングでどこまで持っていけるかだな。でここ絶対マリルリに変えてくるんで、守るでもいいな、どっちみち上取ってるもんね。守るでもいいな、これもし押してくることも考えようか。今ボルチェン打ったとしてもバンギラスに対してはほとんど入んないよね。守るでもいいなここは。あー引っ込めろか、そりゃそうだろうな。うわーちょっと俺ミスったかこれ、ボルチェンだな今の。いや読み合い間違いのダメだ俺。うーん絶対ダメ、読み合い間違ったもう通用しないよこの世界。そうだね、ここはもうボルチェンじゃなくていいよ。うん、シャドーボールとかでいいんじゃない、ボルチェンでいいか。うえこいつは落とせる。いやこれまだこれ砂嵐が収まればっていう状況ではあるんじゃないか。相手バンギラス変えるのが良かったぞ一番。うん相手は間違ったな。等倍ってなんだっけ、これ等倍何がある。あうまいボルトチェンジじゃきついかなこれは。さすがにテラスタル切るアクテラか、うん、ちょっと微妙いっすね。地面テラか、うん悔しい、これは本当悔しい。いやまだあったと思う、うん、ないか。そう落とされるな。うわーマジかーこれきついな、泣きそう、もうやー。
はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。このサンダースね、10万ボルトとかでもいいと思う方いらっしゃると思うんですけど、やっぱボルトチェンジの方がサイクルが回しやすいという点ではかなり有能かなと思ってます。初手で出してテラストラ切らなくてもサイクル回せるんで、結構みんな強いんで使ってみてほしいなと思いました。で、いろいろ対戦動画とか上がってるんで他の動画もチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、次の動画でお会いしましょう。バイチョ。